おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3417です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後までね言ったと思いますけど、今回はね女神デバイスをやっていきたいと思います。でこちらはですね、新規素体みたいな感じでね、新しく立体化されたやつをやっていきたいと思います。それがこちら、ちゃんと、はい、こちらですね、女神デバイスの22番目、バスタードールガンナーですね。こちらをやっていきたいと思います。で、まあ、女神デバイスなんでね、一部共通かなって思うね、部分もあると思いますけど、基本的には新規素体みたいなね、感じで新たに立体化されたものとなっております。一応、こちらがバスタードールガンナーと。で、この辺とかね、いつもの箱押しではないですかね。一応こんな感じのね、ツヤとした加工になっております。で、横を見るとこういう感じになっておりまして、まずこちらですね。微笑みとかね、気合右目線とかね、照れ顔っていう、こういうような表情パーツがあるみたいと。これを見るとまあこれとこれが正面目線かなみたいなね、そんな感じですね。で反対側を行きまして、こちらと、これですね、フルアーマー、ライトアーマー、コスモード、素体モードというふうに4形態にできると。まあこちらとこちらね、パーツの差し替えによってね、変更した後にさらにパーツを組み付ける、それに追加みたいなね、そういう感じみたいですね。でまあこういうふうになっておりまして、こちらの部分が未塗装状態ですよと。まあ、武器パーツはね、台座もね、こんな感じと。で、台座が多分こういう風にあるっていうことは、今までみたいな感じはね、丸ベースに軸が入るというね、簡易ベースではなさそうなんでね、強度はバッチリかなってね、ちょっと思っております。はい、一応こんな感じ。で、まあ、横がね、こんな感じで。で、先ほどちらっとありましたよね。こちら最初見てた部分ですかね。こちらの反対面もね、こういうような感じでね、ダブルパッケージなんですかね。こんな感じになっておりますので、いつものような感じでスポンとね、抜くタイプの箱ではないっていうね、そんな感じになっておりましたということで、こっから開けていきましょう。では、レッツ、オープン。はい、箱から出すのがこの形となります。先ほどね、蓋をペロッと開けたら横からね、スポンと出して、こいつを出すっていうね、そういう感じの箱になっておりました。では、ランナー見ていきましょうかと。まずはこちらがクリアパーツですね。こちら、ももに取り付けるね、いつものリングだったりとかね、拡張用のパーツだったりとかが入ってますね。一応こんな感じでね、クリアランナーが2枚入ってましたと。で、ここのところに肌色のパーツですね。ここが腹部かな。で、こちら内部ジョイントだと思いますよ。これ頭パーツの中身ですね。一応こんな感じのパーツと。で、こちらの青いやつがスカートとかですね。これ自体は柔らかくないね、硬いパーツになっておりました。これが襟っていうかね、そちらのパーツですね。で、ここのところに白いやつで、これ手首パーツが入ってますね。で、内部のパーツかな。これは武装時のパーツだと思うんですね。これ2個入ってるから足回りかなみたいなね、そんな感じのパーツでしたと。で、ここのところに腰回りですね。で、胸部パーツがね、背中とかね、そんな感じのパーツが入っていたりしますよ。こちらのところに腕部ですね、前腕とかのパーツが入っていると。そしてここのところですね、これ髪の毛パーツですね。で、裏面のこちらがね、足首回りですね、こちらのパーツでしたと。で、こちらのところに武装時のね、これ足かな。で、延長パーツとかね、なんかこんな感じのパーツがね、ごそっと入ってましたと。で、ここが武装時の足ですね。なので先ほどのパーツを使う感じだと思うので、結構でかいんじゃないかなって思いますね。一応こんな感じのパーツですね。多分これ首元のパーツだと思いますよと。で、ここのところにこれ膝関節かな。一応こんな感じのね、パーツが入ってきております。で、ここにですね、肌色のね、これももパーツですね。で、多分これ股関節周りかなと思うんですね。一応こんな感じ、肩パーツですね。ここのジョイントの形状はね、違いますけど、組み方自体は大体ね、いつもと同じ感じじゃないかなと思っております。で、ここがね、ももパーツだったり、すね周りという感じかなと。で、こちらね、武器パーツだったりとかね、こんな感じのパーツが入ってますよと。で、こちらのところにもですね、武装パーツの一部ですよね。これが最初に組んだパーツに取り付けるね、フルアーマー用の外装パーツみたいなね、そんな感じだったりとかね、これ足回りかな。一応こんな感じのパーツと。で、ここに、これも内部ジョイントかな。一応こんな感じのね、パーツが入ってますね。まあ、いつもとね、ちょっと物が違うのでね、はっきりとね、すぐ判断できないパーツが多いですね。一応こんな感じのジョイント系だったりとかね、首元のリボンっていうか、それとのっぺらフェースがついてきておりましたと。で、ここのところに、これ足首のジョイントかな。で、このところに手首ジョイント系が入ってきておりますよと。で、これがベースですね。ここのところのベースはいつもの丸ではなくね、こんな感じのね、六角形になってますね。で、こちらのところに支柱関係があると。まあ、かなりね、ごっつくなってるんでね、重量物にはね、耐えられるんじゃないかなと思います。
で、ここに印刷済みの表情パーツと。これもですね、以前のものとね、全く違ってね、内部の形状が全く変わってしまいましたので、これを別のキャラクターにつけるとかね、そういうような転用方法はね、効かないっていうね、そういう感じになってますよと。で、これが説明書ですね。で、説明書ちょっとでけえなって思いましたけど、一応こちら。女神デバイス22バスタードールガンナーとなっております。で、ペラリとめくりましてね。まあ、ここのね、パーツの請求書に関しましてはいつもね、QR コードになったんで、まあ、こういうね、パーツになっておりますよと。で、中身ですね。こんな感じのポーズだったりとかね。まず、マシニーカブロック2-M 素体の組み立てとなっております。で、まあ、こんな感じでね、ここの部分が、まあ、一応こういう風にね、ちょっとね、説明書とはね、違う単品になった感じですね。で、ここに説明書が入ってきているという感じと。まずはマチニカですね。こちらの素体の組み立てっていう説明書がありますよと。まあ、ランダリストがこうなる、ランダリストがこうなってて、こういう風にね、腕とかね、ボディとかね、こういう風なパーツを作っていきましょうよと。で、腕作って、こう作っていきまして、組み合わせると、とりあえずボディ完成と。それから簡易サンドがね、こういうやつがありますよと。で、これをベースにしまして、こちらですね。今度はバスタードールガンナーの方の組み立てに移ると。そちらのランナーがこうなっておりますよと。で、まあ、それに合わせて頭部作ったりとか、先に作っておきましたボディですね。そちらの方からパーツを外していきまして、こちらね、専用のね、胸部パーツがね、こういうのに変えていきますと、コスチュームモードっていうのができますよと。で、これができましたら、さらにですね、パーツの方を解体していきまして、組み替えてね、表情パーツっていうかね、そちらだったりとか、あとは武装時をね、腕とかのパーツを作っていきましょうと。で、ライトアーマーが完成したら、その状態からさらに解体していきまして、パーツを組み付けていきましょう。こんな感じ。で、ベース関係がこうでね、武器の星とかも乗ってきてるってね、こういう感じになっておりますので、説明書がですね、2つ必要になるっていうね、まあ、こんな感じのね、内容となっておりました。まあ、ボリュームに関しましてはね、説明書2枚になってますけどね、だいたいいつもと同じ感覚で作れるんじゃないかなと思っておりますので、今回組み立て、次回ギミックとね、2回に分けてやっていきたいと思いますんでね、早速ですね、パーツの方ざっと用意してしまいたいと思います。はい、ひとまずパーツ用意できました。とりあえず、こちらの方が素体ボディのね、パーツですね。そして今回のバスタードルガンナーの方の頭部パーツはね、それ以外のボディパーツの一部というふうに用意してあります。まずは作っていくんですけどね、内部機構からね、全く違いますんでね、新規の組み立てという感じ。ベースはこちらになりますよと。で、こちらのパーツの上のね、2箇所の部分に対して、こちらのね、肩甲骨周りのね、こちらのパーツをここにポチッと入れる。反対もね、同様にポチッと入れてあげますよと。で、こちらのね、大きな穴ですね。こちらが空いてる側の方に肩甲骨パーツがね、配置されるようなイメージで用意してあげると。で、これが用意できましたら背中のパーツとしてね、こいつをここにブスッと差し込んであげると。さらに前面部分にこちらのパーツをね、ここに入れてあげまして、背中の部分と組み付けてあげると。これができましたら、こういうね、グイッと後ろ方向に動かしてあげまして、ここにセッティングするよと。これができましたら、前面パーツとしてね、こちらの胸部パーツをここにブスッと刺す。で、中心部分に対して、このパーツですね。こちらのパーツをね、首となるね、こいつのところにブスッと刺す。で、これが入りましたら、用意しておいたね、胸部パーツのところに差し込んであげる。上の穴のところに首ジョイントですね、こちらのパーツを入れましょう。説明書の指定ではね、こちらね、ボールのところに 1.5 っていうね、刻印が打ってるやつを使います。それ以外に、長さがね、違ったりとかするやつがね、ありますので、それに関しましては好みでね、いいと思いますけど、とりあえず今回ね、説明書の通り作っておきましたと。これで胸部周りができましたので、次に腹部のパーツを作っていきます。用意しなきゃいけないのはこのパーツと。で、こちらですね。軸が生えているこちらのパーツ。これをね、用意するよと。で、向きとしてはこういう感じ。下の部分がですね、こっちはまっすぐ下がっててね、こちらはね、今指で触ってる面はね、斜めになっておりますけど、一応こちら斜めになってる面が前ですね。で、こちらの突起が左手側にね、なるように持ってあげるよと。で、これの下のところにね、こちらのパネルパーツを刺すと。これも向きが決まっておりますんでね。まあ一応差し込んでみて入るかどうかっていうね、それでね、判断してもいいと思いますけどね。一応こちらの内部のところにブスリとね、差し込んであげると。これと同じような組み合わせをね、もう一組作ってあげますよと。で、これができましたらね、
これをつなぐようにこの細い軸ですね、これをここにブスッと刺します。でこいつを使ってさらに組み付けて、こういうようなね、ちょっと特殊なねブロックパートを作ると。これができましたら、組んだこちらのね外にある軸の部分をこちらの内部のところに刺すと、刺さる位置は下の部分に入れます。中心にね小さな四角い穴がありますので、そこのところにこちらのねブロックですね、これをね入れてあげます。そしてこれとこれをね組み合わせておきましょう。こんな感じ。これがですね用意できましたら、ここにね組み合わせてあげると、これがボディーパーツの内部パーツになると。でここの部分をねゴキッと曲げまして、こちらの部分に上半身とねつなぐためのこちらのねボールパーツをパチッと入れておきましょう。はい、これができましたら、こちらの裏側のところにこいつをねここにセッティングする。さらに前面としてねこちらのパーツを入れてあげましょう。はい、こんな感じ。これでですね複合パーツがねできましたので、今度はこちらの部分ですね、これを覆うような感じで、まあいつもの感じでねこちらの腰パーツをねここにセッティングすると。でさらに後ろのパーツをズボッとね差し込んであげますよと。はい、これでね複合マリできましたよと。ではこの流れで腕パーツで、手首ジョイントはねもうね作ってしまいましたけど、これに関しましては2つのねランナーを重ね合わせてゲートから切り離すっていうね簡易組み立て方式がね採用されてるみたいですよ。そっちの方がね多分楽だと思うんでね、そういう風に作ってもいいと思います。まあ従来とね同じような感じで切ってもいいですよと。で手首パーツ、グーパーツと平手に関しましてはそちらのジョイントを使う。物持ち用に関しましては、サーティミーツシスターズでねありましたよね、こちらのところに対して横からね軸を取り付けるっていうタイプのね、こちらのね可動手首パーツが付属してきておりますよと。で肩パーツに関しましては内部ジョイントがこちらと。こちらの形状がね結構特殊なんですけどね、一応こういう向き、ボールが下にね配置されるような感じで持ってあげまして、こちらの内部にセッティングする。そして反対側からねこちらを使って閉じてあげましょう。はい、で腕に関しましては二の腕前腕で挟み込むっていうね、これいつもの方式なんでね作っておきましたが、出来上がったこいつをつけてあげればこれで腕完成という形になります。では足がですねかなり特殊になっておりまして、まず膝関節ですね、こちらのパーツを用意すると。これがですね用意できましたら、上のところにこちらね四角いやつをここにズボッと入れる。ここですね横のところに刻印がありますんでね、分かりやすくなっておりますけど、ちょっと短い方がね上に配置されると。でこいつを使って挟み込んで組み付けてあげましょう。下のところにもね同じような感じでこちらをね入れてあげますよと。これも根元にね R の刻印がありますんで、とりあえず今は右を用意しておりますけどね、こんな感じで、ね、つけてあげまして、反対側からねこいつを使って挟み込んであげますよと。それによってこんな感じでねパーツができたと。でこれができましたら、中心部分に対してこちらのパーツを組み付けて装飾すると。そして出来上がったこいつはね一旦避けておいて、次にこのパーツを用意すると。でこちらのパーツの下のところに対してこれとこれですね、こちらのパーツ2つをね組み合わせた足首ジョイントを用意してあげると。上の部分がね板状になっておりますね、これを内部のここにブスッと差し込んでおく。出来上がりましたら、このパーツをね中間に挟んであげまして、組んでおいたこちらの丸軸の方がここに入ると。その時にこちらのパーツ左右でね形状が違いますのでね、それをしっかりと把握しながらズボッとね入れてあげれば、これですね周りが完成と。上の部分に関しましてはこいつをねここに入れてあげますよ。これも左右の形状が違うので気をつけながら入れてあげまして、上のところにねこちらのパーツを入れますよと。足首パーツに関しましてはこちらね従来と同じ方式で作ります。その時につま先部分に関しましてはね、こちらのシュッとなってるタイプと指がね造形されたやつがありますよね、選択して作りましょう。出来上がったこいつはここに入れてあげると。こんな感じで、一番特殊なのは上の部分ね、今までと違いまして、内部パーツを作ってから組み付けるというイメージになっております。内部パーツがこちらにねなっておりますよと。こちらのパーツに対してこいつを入れると。これもですね内側にね LR の刻印がありますんでね、それで把握しながらこのような感じで組み付けてあげて、付けたこちらのパーツに対してこいつをねブスッと入れてあげますよと。これがですね後々ここにね刺さる部分になりますよね。こんな感じで用意できましたら、上からカバーをするようにこいつをつけてあげて、
ブスッと刺す。中に入っているこいつをね、パターンと倒してあげれば、これで脚部パーツが完成と。これで素体用のパーツの組み立てがね、完了したという感じになりますので、腕とね、足に関しましては同様のね、作り方をしてあげると。で、これが出来上がりましたら、組み合わせて素体を作ってしまおうかなと。刺さる位置はここになっておりますんでね、そんな感じで刺せば OK。ここの部分は下にね、ちょっと伸びる構造になっておりますんでね、こんな感じで引き出してあげて、刺すっていう編成が楽だと思います。つけるとこんな感じ。で、あとは上半身に関しましては、こちらね、ボール部分を内部にプチッと入れてあげればこんな感じですね。で、腕はいつもの感じでね、横のところにブスッと刺しますよと。いつもと違ってね、若干ボールがね、下の位置に配置されておりますんで、やりづらかったらね、グイッと動かした状態にしてあげまして、ここに差し込むようにした方が楽でしょうと。はい。一応、こんな感じ。こんな感じで作ってあげますと、これでね、マシニーカブロック 2M 素体。こちらが完成するという流れになっておりましたよと。はい。ではですね、今回のバスタードルガンナーのね、方の頭部パーツのね、組み立てをやっていきたいと思います。こちらのパーツのね、使い方とかに関しましては次回やりたいと思いますが、とりあえず頭部パーツを作りましょうと。まず用意しなきゃいけないのは、こちらのベースですね。これを用意すると。これをね、中心にしましてね、横となるこちらのパーツを使って挟み込みますよと。で、これがですね、セッティングできましたら、横のね、穴に取り付けるツインテパーツを作りましょう。そちらに関しましては、これですね。こちらのジョイントパーツを、こちらね、内部のところに入れると。そして、反対側からね、こいつを使って挟み込んであげれば、これでね、ツインテパーツが1個できましたと。これとね、同じ構造でもう一つ作ってあげて、出来上がったやつを横にね、ぶっ刺してあげましょうよと。はい。こんな感じ。で、さらに、ベースですね。頭部パーツの中身となるベースパーツをここにね、向きを確認しながら入れてあげる。そして表情パーツを入れましょう。表情パーツはね、ノーマルのね、こいつにしたいと思いますが、開封の時もね、言いましたけどね、構造が全く違いますのでね、以前のやつは使えないっていうね、感じになっておりますけど、つけてあげればこんな感じ。そして前髪をね、つけてあげれば、これでまず頭部パーツ完成と。これができましたら、組んでおいた、こちらね、ジョイントのところにぶっ刺してあげれば、これでとりあえずね、素体として完成すると。で、残りのパーツですね。これをつけることによって、コスチュームモードになりますと。そちらの組み付け方法に関しましては次回やりたいと思いますが、全体的に解体しまして、解体した部分に対してつけていくようなイメージ。なので、この状態でね、完成したやつと丸ごとね、交換するわけではないと。なので、この辺がですね、組み立てることができませんが、こういうようなパーツですね。これを利用することによってコスチュームモードというやつになりますよと。ただ、足首っていうかね、こちらの部分だけ組むことができるんでね、これを作っていこうかなと。作り方に関しましては従来と同じ感じですね。こちらね、つま先部分のパーツ2つね、これをね、組みたいところですよと。とりあえずこれとね、つま先部分のパーツを組み合わせて、底となるパーツを入れて、そしてこちらね、パネルをつけてあげれば、これでね、ローファーできましたと。こんな感じでね。これと同じものをもう一つ作ってあげますよと。このパーツとこの辺をね、組み合わせることによってコスチュームモードが完成と。ささっと交換できないんでね、いろいろ解体する必要性が出てきますので、接着厳禁な部分があるんでね、そこの部分は次回お話ししたいと思います。とりあえずね、こちらのパーツがね、用意できましたので、次ですね、ライトアーマーモードね、作っていきたいと思いますんでね、そちらのパーツ、さっとね、用意してしまいたいと思います。はい、残りのパーツ用意しましたと。とりあえずこちらをね、用意してあるんですけど、実際はこちらをですね、組み替えて装備させていかないと完成しませんので、部分的なね、組み立てに、ね、なってしまうと思いますけど、早速進めていきたいと思います。とりあえずライトアーマーというかね、そちらの時用の頭部パーツを作りましょうと。用意するのはこちらのパネルと。先ほど作ったね、頭部と同じような感じで、こちらのパネルパーツをここのね、内部に仕込みます。反対もね、同様にこちらにつけてあげましょう。先ほど作ったやつよりも全体的にね、浅いやつですね、それが出来上がるという感じになっております。で、これができましたらこちらのヘッドパーツからね、ツインテパーツを持ってきます。で、ここに組み付けるパーツとしてこれですね、こちらの両サイドのところにこのクリアパーツですね、これをここにね、ブスッと差し込んで組み付けておきましょう。反対もね、同じような感じ入れてあげると。で、こちらのパーツ、
別途ですね、もう一個ちょっとね形状違いのやつがねありますけど、これはなんか別なね用途で使うみたいなんでね、これじゃないやつを用意してしっかりとね組み付けておきましょう。でこれが用意できましたら、作っておいた後頭部パーツをここにブスッと入れてあげる。そして上ですね、こちらのところに軸が生えてないやつをつけることもできますし、軸が生えているこいつをねつけることも可能となっておりますよと。これをつけることによって、ね、このところにアクセサリーみたいなねこちらのパーツをつけることができると。向きとしてはこれをつけましてね、こんな感じでね外側に跳ね上がるようにつけてあげますよと。はい。でこれが用意できましたら、表情パーツつけて前髪パーツを移植することによって、ライトアーマーまたはフルアーマーの時のねヘッドパーツが完成するという形になっておりますよと。では次に腕、腕もですねノーマルのやつを外してあげまして、こちらのやつに組み替えると。これもですね組み方は一緒なんでね、作っておりますけど、二の腕パーツに対して前腕パーツをね挟み込むような感じでつけてあげると。で出来上がったら、下のところに対してこちらのクリアパーツをここにねブスリと入れてあげると。そして横のところにねこちらの武装パーツを入れてあげると。はい、こんな感じで、こちらのパーツこれをねつけない時には、こちらね軸のパターンだったりとかね、こちらの筒のパターンですね、これでね運用することも可能みたいなんでね、好みでつけることができると。とりあえずはこちらねライトアーマーとかねフルアーマーの方でいきたいと思いますんで、こんな感じで用意しておきますよと。であとはですね、腕を組み替えた後に中間にねこちらのリングパーツを挟まなきゃいけないよと。とりあえずこんな感じでね腕の方が用意できましたと。では次に足のパーツ、足もですね一部解体してあげまして、こちらのねパネルパーツを間に挟むと。これもですね先ほどとね同じような感じで、ここの部分がですね軸になっているパターンとかリングのパターンがありますんで、それもですね選択してつける感じになりますよ。でこれに対してつけるパーツというのがこれになっておりまして、こちらのパーツの横ですね、こことここの部分に対して穴埋め用のパーツを入れると。こっちのね最終的に内側になる部分に対してはこちらねモールドのやつを入れてあげますよと。スッと入れてあげれば OK と。で反対側にはねこちらね受けパーツなんで、ね、こいつを入れておきましょう。これも今ね丸いやつをつけておりますけど、軸タイプもあるんでね好みでつけると。でこれが用意できましたら、足にねセッティングしておいたねこちらクリアパーツをズボッとね差し込んであげれば、これでねスネパーツの装備状態になりますよと。足首は丸ごと交換してねこちらのタイプに変えてあげる必要性があると。これで足前のね装備もできましたので、あとは背中にねこいつを取り付けて、首元としてねこれとこれ、こちらをね組み合わせてしまって OK みたいなんで、これを組んでしまったパーツをね用意しておいて、首元のところに取り付けると。これ自体はフルアーマーの時に使うみたいなんで、今ね作っておいたこちらの部分ですね、ここの部分のパーツをつけることによってライトアーマーが完成すると。でフルアーマーにするときにはこのパーツを追加で首周りに取り付けてあげましょう。で二の腕につけていたねこちらねリングパーツを外してしまいまして、こちらね軸が生えてるやつこれに差し替えます。あと太ももですね、そこのところに中間にねリングパーツを入れる必要性がありましたね、それがこのリングですね、これをつけてあげることによってライトアーマーが完成しておりましたので、このリングパーツを外して軸が生えてるやつに変えると。それが用意できましたら、二の腕にね取り付けた軸部分に対してこれとこれですね、このパーツを組み合わせたものをセッティングしてあげる。前腕の走行部分ですね、ここの部分に対してこいつをつけてあげると。そうすることによって腕の方のフルアーマーが完成。足に関しましてはつけておいたねこちらのパーツをね覆うような感じでこれを入れると。その時にね先ほどとね同じような感じでここに一部ねパーツを設けていかなきゃいけませんので、それをね入れますよと。ここの部分は拡張部分ではないね、モールドだけのやつをつけておきます。それ以外にこれとね同じやつをつけてもいいですし、軸バージョンでもいいですよってね、そういうやつをつけてあげて組み合わせます。で右足の時にはこのパーツを単体で取り付ける。左足の時も同様にねこれと同じものをつけますが、一部分ちょっと変わります。右足はこれでおしまいなんですよね、左足はここの部分にこれとね同じようなものをつけるっていう感じになっておりますので、右足の装備物としてはこういう感じになります。でさらに横のところにこのパーツがねここにズボッと入るんでね、この辺がちょっとね左右で形状が違いますよね、まあそんな感じで作ってあげますよと。で
足の甲のところにこいつをつけて、そこのところにこれを履かせると。それによって基本ボディの部分は完成。それから背面にね、ハイツールパーツをしまして、これの下のところにね、こちらの軸パーツをぶっ刺します。でこれが入りましたら、このパーツ自体はね右なので、右のねバックパックの穴のところにブスッと刺すと。そしてここのですね真ん中、ここの穴のところにこちらのパーツを入れておきます。これが右の武装のパーツになります。左もね同じような感じでね、このアームパーツを作ってあげまして、根元を逆方向にひねる。そしてここの部分に対してね、こちらのパーツをブスッと差し込んで、先ほどのねバックパックのところに取り付けると。それによって左側の武装状態のパーツになるっていうね、一応こちらがねフルアーマー用の背面パーツになります。であとは手持ち物としましてね、こちらのね銃の下のところにこいつをねブスッと差し込んで奥までスライドさせるっていう、こういうパーツを作ります。これもですね2丁を作ってあげる必要性があるっていうね感じになっておりましたよと。最後に台座の話をして終了と。台座に関しましてはベースはこちらですね。このパーツ2つ組み合わせると、一応こちらが上、これが下、ここの部分にブスッと差し込んでね、こう組み合わせてあげると。出来上がったこちらのですね、ここのところに延長用のねこの長いやつをここにブスッと差し込んであげましょう。でこのパターンにするか逆パターンにするかっていうね方式によって、こことここにねつけるものがちょっと変わるみたいですよ。ただこれ自体はですね、説明書の方では向きを変えると書いてますけど、向きというかもうこの状態で回しますからね、向きというか全然方向が変わってしまいますけど、まあ一応こんな感じでね、最初に組んだこちらのスタイルか別なスタイルによって、こことここにねつけるものがちょっと変わると。最初にね組んだ形でいきますと、ここの部分には軸が生えてるパターンですね、これですね、こっちの太軸プラス先端にピンが入ってるやつ、これをここにブスッと入れると。下の部分にはその逆にね太穴と太軸のやつをね用意してあげると。そうすることによって台座の方につけることができるっていうね、こういう感じで作りましょう。この支柱を逆にした場合には、太穴とピンあり、これがねこっちに配置されまして、今度はピンありの太軸の方がこっちに配置されるんでね、これがまるっきり逆になるっていうね、そういうような好みでね組み付けることができると。で取り付ける穴に関しましてもね、3箇所あるんで好きな位置につけることができるというね、こんな感じの支柱を作っておきますよと。それとここにですね一つだけね用意しましたけど、このパーツに関しましてね、ここの部分とかにね取り付けることができるようになっておりますので、こうつけることによって支柱にねワンポイントね追加することができるので、ここにね別パーツをつけたりとかね、拡張用の部分としてね利用できるっていうね、こんな感じのジョイントパーツもついてきておりましたと。まあこちらね立たせて終了したいと思いますが、つける位置は背中でいいと思いますよね。この辺ねブスッと差し込んであげまして、まあ、あとはガクガクっとねつけてあげれば、こんな感じでね立たせることができましたと。とりあえず今ね直接ねつけておりますけど、これ以外にニューフライングベース用のね先端パーツもあるみたいなんで、付属のねこいつを使わなくても別のやつをね使うこともできるっていうね感じにはなっておりました。はい、いかがだったでしょうかね。とりあえず本体に関しましては新規ボディーパーツということで、今までと違う感じでね作ることができるんでね、その辺はまあ良かったのかなと。でそれからパーツをね組み替えていきまして、コスチュームモードとかねライトアーマー、フルアーマーとね作っていくことができるっていうね流れになっていますけど、それぞれのパーツがねがっちり仕上がってって、解体して組み付けるっていうよりも部分的に解体しながらつけていく感じになるんでね、ちょっと締まらないね感じになってしまいますけどね、まあなかなか新しい感じがするんでいいんじゃないかなと。今後ですねこちらのね新しいボディーパーツがね運用されていくと思いますがね、思ったよりも複雑なんでね、これから作るのは大変だと思いますけどね、まあ一応こんな感じでね組んでいくことができました。はい、ということで今回ですね女神デバイスのバスタードールガンナー、こちらをね組み立て全般やっていきました。はい、ということで次回ですね、次回はねこちらのね素体モード、こちらの状態のね可動範囲、それからコスチュームモード、そしてライトアーマー、フルアーマーとね組み替えとかね可動範囲のギミックやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。